ございます。えなです。今日はまた足毛道と遠藤寺に来ました。先週のビデオでもこっちに来て、その時に新しいツアーの下見をやってて、今日は実際のツアーの練習をやろうと思います。ここに名古屋に住んでる外国人3人が11時にこっちに来て、着物に着替えて、そこから2時間ぐらいのツアーをやる予定です。他にビデオを撮ってくれる人がいるので、私からそんなに直接カメラに喋ることはないと思うけど、私のツアーはどういうことがこのビデオでよくわかると思います。はい、今日はよろしくお願いします。で、今着物レンタル屋の中に入って準備していきます。どんな感じさんです準備してます。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。